続いて幹事社質問に入ります。福山市友町地区の景観保全や伝統文化継承に向け福山市と進めている寄付プロジェクト、友一口町方集応援プロジェクトが2019年4月の開始から3年を迎えます。現時点の寄付額は4400万円余りと、スタート時に掲げていた年間6000万円の目標額を大きく下回っています。さらなる支援獲得に向けた取り組みの必要性について、どう考えているか伺います。また寄付金の活用状況についてもお伺いします。はい、友一口町方集、応援プロジェクトはですね、この全国的にも貴重な友地区のこの町並みであるとか、あるいは伝統文化を継承していくということを支援するために、多くの皆さんに友のファンになっていただきまして、町づくりに支援、町づくりに必要な財源をですね、調達をしようということで取り組んでいるものでありますけれども、その上でですね、これまで多くの方ご支援いただきまして、3年間で4488万円用、ご寄付をいただいているところであります。でこれについては改めてですね、この場をお借りして、友のまちづくりを応援していただいた皆様に、感謝を申し上げたいと思います。一方で10年間で6億円という目標をプロジェクト開始に掲げているわけですけれども、そこに向けてはですね、まだ十分な成果とは言えない状況だというふうに受け止めています。ただ友ファンの拡大というか、この応援の層の拡大というかですね、これについてはプロジェクトの認知度がだんだんと高まってくる中で、少しずつ広がっているという手応えを感じているところであります。これまでですね、県として友の魅力再発見フォトコンテストであるとか、あるいは小林克也さんと文化庁長官に特別対談をしていただいたりとか、ワーケーションアット友っていうですね、これ県庁も言ったりしましたけども、さまざまな形での友の価値と魅力っていうのをですね、伝えてきたところであります。また近年ですね、企業の社会貢献、という、意識も高まってきているところでありまして、企業版ふるさと納税を活用したこの県外企業から寄付もですね、増えてきているといったようなこともありまして、県境を越えて、友のまちづくりを支援しようという機運もですね、少しずつ高まっていたなというふうにも感じています。こういった取り組みもあって、今年度の寄付は2000万円を初めて上回るといった状況になってまして、少しずつ広がっているということをですね、感じているんですけども、新年度もですね、こういった機運をさらに高めていくことが必要だと思っておりまして、7月にですね、トモテラス、街並みの保存拠点施設ですね、これここにですね、一口町方集のデジタルサイネージも設置をさせていただいて、このプロジェクトの PR を、現地で行いたいと思っておりますし、募金箱も置かせていただいてですね、友の、いらっしゃる方のご協力もお願いをしたいと思っています。で先ほど申し上げたように、県外の企業の皆様のこの機運というのもだんだん出てきているので、そういった皆さんのこの友ファンというんですかね、の拡大につながるようにですね、働きかけも拡大していきたいと思っています。でちなみにこのいただいた寄付金はですね、毎年度末に福山市友町歴史的町並み保存基金に積み立てをしておりまして、友の伝統的建造物の修理、修理や友テラスの整備などに至っているところであります。今後もですね、友ファンのさらなる拡大を図りながら、友地区の活性化を投資していくように取り組んでいきたいと思っております。
この件について質問がある者はお願いします。では一般質問に移ります。他に質問がある者は一般質問に移ります。お願いします。中国新聞の宮野です。核兵器の役割を提言する唯一の目的宣言をですね、米国に送ったと報じられました。しくも米国のエマニュエル大使が広島を訪れたタイミングでありましたが、どう受け止めていらっしゃいますでしょうか。はい、そうですね、いわゆるソウルパーパスとかですね、宣戦布告といった、これはいわゆる宣言政策ですけれども、これをアメリカが採用すればですね、核兵器の役割低減、それから他の核兵器国に同様の政策をですね、促すといったような圧力にもなるというふうに期待をしておりましたので、今回の見送りは残念だというふうに思います。報道を見ますとですね、ロシアであるとか、あるいは中国の脅威を踏まえて、核抑止力が低下するといったことの強い懸念が、同盟国から寄せられたというふうにですね、指摘されてまして、ロシアがウクライナ侵攻をしているという、現在の非常に厳しい国際情勢下で、危機感が高まっているということが、核軍縮への道というのをですね、一層厳しいものをしているなというところを改めて実感したところであります。今おっしゃったようにですね、その現在の国際情勢の厳しい情勢の中で核兵器やですね、核抑止の役割を評価するような言説も出てきているように思っています。それに対してですね、広島からどのように答えていかれますでしょうか。繰り返し申し上げますけれども、これまでやはり核抑止力というのは使わないということが前提であると考えられたわけですね。でそれによって戦争のエスカレーションが起きないということでもあったんですけれども、今般核兵器を持っているからこそですね、ウクライナに対する、かなり大規模な徹底したですね、侵攻、戦争、そして住民の犠牲というのが起きているわけで、ある意味で言うと武力抑止力というのがですね、効いていないということの一面を表していますし、また現実として、現実として、その核兵器が使われるかもしれないという、危機感を覚えたと思うんですけれども、本当に使われないという保証はですね、やはりないんではないかということをですね、証明しているということだと思います。つまり、ある程度核抑止力っていうのは本当に使うぞっていう脅しにならないと抑止力にならないんですけど、でも本当に使うぞっていうことがですね、というか本当に起きるかもしれないっていうですね、抑止力を超えて本当に使われるかもしれないっていう、そういう恐れがやはりあるということを如実に表しているというふうに思うので、そういったことをですね、防ぐためにはやはり排除しかないということだと思うんですね。でウクライナ、いや、その抑止派の方々はですね、おそらく、いや、ウクライナが核抑止力が、ウクライナには侵攻して NATO には侵攻しないのは核抑止力が効いてるからだというふうに言われると思うんですけども、そうであればじゃあウクライナは核兵器持ってた方が良かったですねっていう話になるわけですし、そうであればですね、そのまさに侵攻を防ぐために核兵器を持つということが安全保障上望ましいということになって、であればイランでも北朝鮮でもですね、
まあ、どこの国でもその自らその安全保障上の脅威を感じる国はですね、全てモスクがいいっていう議論になるんで、その議論を否定できないですよ。だからそこに核抑止力のものすごい矛盾がやっぱり現れているということだと思うので、そういうことも含めてですね、配立しかないんじゃないかということをですね、実は改めて如実に物語っているということだと思います。冒頭ですね、一番最初に発言された、核兵器を持っているからこそウクライナに対する大規模なというくだりで、ある意味でなんとか聞いていないとの一面を表しているという、はい、それは聞き取れなくて何とおっしゃる。いや、つまりですね、その例えばそのロシアが核兵器を持っていなかったんですよ。ロシアが核兵器を持っていなければNATO からの反撃っていうのが容易に想定されるわけであって、NATO のメンバーじゃなくてもですよ、 NATO が反撃しないというのはその NATO と、ロシアが直接対峙することになったら核戦争になるからということで、直接対峙できないということになってるんですよね。なのでそのウクライナが侵攻されているのを、ある意味で言うと側面から見るしかないという状況になってるわけですよ。ですからその核兵器があるからこそ、ロシアが核兵器を持っているからこそですね、そのウクライナの侵攻を、なんていうか、そのなすがまま見るしかないっていう状況ですよね。そういうことが起きているっていうことだと思うんですよ。ロシアと NATO が睨み合うからこそ、そのロシアによるウクライナ侵攻が可能になっているっていうことです。そうです、戦争をむしろ生んでいるという。そうです、そうです、そうです。はい。その紛争を通常兵器で止めることができないっていうことですよね。わかります。いや、だから今通常兵器 の紛争が起きているわけですけども、ウクライナを他国が支援してそのロシアの侵攻を止めることができない。だから他の国はですね、ウクライナが侵攻されるままになっているのを見てるしかないっていう状況ですね。なぜならロシアが核兵器を持っているから。では時間が参りましたので、次を最後の質問にしたいと思います。中国新聞の長久です。広島で撮影された映画ドライブマイカーがアカデミー賞の国際長編映画賞を受賞しました。改めて受賞の受け止めをお願いします。また先ほど観光県民割の再開も発表されましたけれども、特に観光促進という面での期待や波及効果をどのように見てらっしゃるのか、考えがあればお願いします。はい、改めてですね、今般国際長編映画賞ドライブ・マイ・カーが受賞されたというのは本当に喜ばしいことで、お祝い申し上げたいと思います。久しぶり の日本映画の快挙でありまして、素晴らしい内容がですね、評価をされたと思うんですけども、その内容の一端として広島ロケというのが、あって、これは監督ご自身であるとか、あるいは俳優の西島さんなんかがおっしゃってますけども、広島のこの地域の力というかですね、風景の力というのを、大きく、もらったっていうようなコメントをされていますので、それが受賞のですね、に役に立ったのではないかと思うとですね、我々としても大変嬉しく思います。そういうことも含めて、今般広島の非常に美しい側面が美しい形で、映画で取り上げられたというのはですね、観光面においても非常に大きな、いい影響があるというふうに期待しておりますので、今後まずはそれこそジャワリなんかでですね、改めて、県内の皆さんも実は行ったことがないっていう場所が多いと思うんですよね。
というか、まあ、大崎下島とか御手洗とか、あるいはその飛島海道、楽しむっていうことも、まあ、経験したことない方がたくさんいらっしゃると思うので、これを機にですね、多くの世界から皆さんが来て、混み合う前に、県民の皆さんにも楽しんでいただいて、また平和公園だとか、あるいは中工場といったような、まあ、これ、まあ、平和公園は皆さん多く来られると思いますけど、中工場も訪問したことないという方、結構いらっしゃると思うので、これを機にですね、改めて広島の予算の再発見をしていただければと思います。これで知事定例会見を終わります。次回の定例会見は4月5日火曜日の10時半からを予定しています。ありがとうございました。